はい、バッジができました。これもね、クッションのね柄と同じなんですけどね、可愛くないですか？これを散歩のカバンにつけてみました。かわいいでしょこれ。ねえけいちゃん、かわいいよねこれ。ハツもどう思う？ガンムシ。はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は4月の17日で水曜日です。空はね、晴れてます。昨日の夜はね、めちゃくちゃ荒れたんですよ。雷鳴りまくってね、大荒れ。ねえ、けいちゃん。それがね、もうハツがね、雷怖がってしまってね、家中ね、うろうろするんですよ。ねえ、けいちゃん。まず2階に行ってね、もううろうろしてね、怖がってるんですよ。この次は1階に行ってね、風呂場行ってね、風呂場行ったり、洗濯機の中に入ろうとしたり洗濯機の中とにかくね、狭い場所に行きたがるんですよね。ねえ、キューちゃん。キューちゃんはそんなことないんですけど、初の場合雷怖がってね、小さい時はね、それほど怖がってる様子はなかったんですけどね。なんか今になってすっごい雷怖がってます。まああんななったら怖いのが当たり前だと思うけど、もう1時間半ぐらいね、もう雷がね、ゴロゴロ言ってたんですよ。一度ね、雷が家のね、ほぼ真横の電柱に落ちたことあるんですよ。すさまじい音したんですよ。ほんで一気にね、電源が落ちた、ブレーカーが全部落ちたんですよ。電柱に落ちて、多分ね、電柱からつながってるじゃないですか、線で家まで。それ伝ってきたと思うんですけどね、ブレーカーが全部落ちて、何か壊れたかって言ったらね、玄関のね電気錠が壊れました。もう何やっても動かんようになった。そこでね、運動公園のね、照明の上に避雷針がついてるんですよ。そこにもね、何回も落ちるんですよ。もうそれもね、めちゃくちゃ手が音するんですよね。ねえ、キューちゃん。昨日ね、コーヒー買いに行っててね、なぜかね、いつも買ってるコーヒーが1本もないのよ。で、無糖だけ置いてあるの。ほんまに1本もないんですよ。で、昨日仕方なくね、1本だけ無糖を買っていったんですよ。それがね、もう慣れない。まあ飲めることは飲めるけど、美味しくはない。美味しくないし、もう慣れない。いや、最初はもう無糖で大丈夫かと思ったけどね、やっぱなんかね、まずい。まあ安いコーヒーですからね。でもね、買い占めはね、もう納得いかん。もう暑い時になるとね、買い占める人いるんですよ。アイスコーヒー飲みたくなるんでしょうね。もう僕なんか毎日買ってるようなもんですから、もうにわかの人がね、買い占めるとね困るんですよね。もう最初行ってね、もう愕然とした。一本もないんだもん。まあ、昔もね、そんなことあったんですよ。アイスコーヒー僕毎日飲むから、買いに行ってるんですけど、とあるスーパーでね、毎日買ってたんです。1日目買いに行ったらね、なかったんです。もうこれはしょうがない、なかったでもう帰った。で次の日また行ったんですよ、買いに。その日もなかった。もうこれもしゃあない、自分が悪い。で3日目もなかったの。なぜかもう仕入れてないのかって言いたいぐらいなかったのよ。無糖だけ余ってあるので、4日目もう我慢した。これでもなかったの。5日目、今日は大丈夫やろって言ってね、一本もなかったの。頭にきてね、もうさすがに言うたのよ。もう5日も我慢してね、さすがに僕言うたのよ。アイスコーヒーなぜないんだって言って、多分あれね、仕入れてなかったか、その時はね、多分仕入れてなかったか、一応言うたことは言ったんですけどね。ドラッグストアでもね、昔ね言われたことあるんですよ。だいたいいつも同じアイスコーヒー買うんですけど、その日がね特売の日だったんですよ。でアイスコーヒーが68円ぐらいで買えてたんですよ、1本。僕もう値段なんかどうでもよかったの。これが80円でも90円でも100円でも買ってたの。100円ぐらいやったらもう絶対必要やから。でそこのね特売で68円で売ってたんですけど、1人2本までって書いてたの。僕毎日っていうかね、行った時に3本絶対買うのよ。そうじゃ足りんから、3本買ってレジに行ったら2本しか買えないんですけどどうだったのよって言ったの、店員が。そんなら3本目はいつもと同じ100円で買うわって言ったのよ。それでもそれは無理やと言われてね、もう2本しか買えなかったんですよ。ほんで1回その買い物を2本買った分を、他の商品も買ってるんですけど、2本買った分を車に置いてもう1回行って買い直したんですけど、なんでそんな無駄なことせなあかんないって感じでねえキューちゃん、僕にとってね、そのアイスコーヒーはね、もう必需品なんですよ。もうなかったらあかん。やっていけ。アイスコーヒーってね、微糖と無糖が置いてるんですけど、誰も無糖なんかそんな買わないんですよ。それなのに無糖がね多く仕入れられてるっていうのはどういうことなんでしょうね。やっぱ需要はあるんでしょうか。いやないと思うんですけどねえキューちゃん、その辺の意味が分からん。このバッジかわいいなねえキューちゃん、これ色違いあったらいいなと思ったんですよ。ピンク系と白系と赤も欲しいかなねえ。あってかわいいねこれ。昨日ねツバメ見ました、今年初めて。もうねツバメ来てるんですよね。僕の家のとこにもねツバメ来てくれたらいいんですけど、最初はね来てたんですよ。でね3シーズンぐらいね来たの。もうそれ以降一切来てないんですけどね、ツバメの巣作りはね5、6回見てるんですよ。一番印象に残ったねツバメがね、台風の日にね巣立っていったツバメがいるんですよ。わざわざ台風の日を選んで巣立ちしたの。なんでその日を選ぶかなっていうぐらいの大荒れだったんですよ。で最後の2匹だったんですよ。それがね1匹はね水田の方にね墜落してったんですよね。もう1匹は庭のねとこに墜落した感じで、一応墜落したから花壇の木の枝に乗せたったんですよ。でももう今日はやめとけって言ってるのにね、もういや絶対行くって言うんですよ。もう止められん。僕説得したんですよ。もう今日だけはやめとけって。もうめちゃくちゃ台風やで風きついから、そんなん飛べるわけないじゃないですか。で1週間ぐらい練習したツバメが無理なんですよね。何回も説得したんですけどね、いや絶対行くって言うからね、もうしょうがない、何にもできん。で1匹はほんまに水田に墜落したんですよ。で水田に墜落してね、もうどこか分からなくなってしまったから、それはもう助けられなかったんですよ。でもう1匹は庭でまだいてたから助けることはできたんですけど、でも巣に戻すとね、絶対もう飛び立とうとするんですよ。わざわざ台風の日を選んで巣立っていったんでね、ツバメが一番印象的です。あと最初に巣作りしたツバメはね、6羽か7羽ぐらい生まれたんかな。それが全員ね、巣立っていったんですよ。もうそんなことないんですよ、大体が。落ちたり、3匹ダメになったりするんですよね。それらの全員が巣立ってね、もう家の周り飛びまくってね、挨拶しに来るのよ。もう感動、あれ。という感じです。もうツバメにもね、ドラマがあって、もう今年来てくれたらいいんですけど、こればっかりはもうしょうがない。ねえ、初出ちゃう。バラの芽が出てきました。これ山椒。山椒ってね、食べられるんですよね。香りがいい。これを味噌汁に入れたいと思います。てんちゃん待ってたー。てんちゃん待ってた。にゃ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 。あ、最初忘れた。はい、今日の朝ごはんができました。今日の朝ごはんはいなり寿司と残った味噌汁と残った煮物。このいなり寿司はね、もち麦で作りました。こっちの味噌汁はね、先ほど取ったね、山椒を入れました。こっちは肉じゃがみたいなもんです。人参とごぼうと鶏肉と玉ねぎと舞茸です。いや、早速ね、これ食べたいと思います。山椒、さっき庭で取ってきた。香りがいい。うまい。この葉っぱおいしい。いなり、これね、もち麦、これもおいしい。ごぼう、いや、これもおいしい。人参、もう朝からごちそうです。じゅんちゃんは今ご飯を食べてます。りゅうちゃんはソファーにいます。マッツはね、その辺にいると思うんですけど、見当たらないですね。はい、今日はこんな感じです。